じゃあ久しぶりですね。久しぶりですね。練習密着やりますか。はい、ちょっと最近のね朝倉未来の様子をね皆さんにお届けしたいなと思いましてね。格闘技に関してはずっと出さなかったからな、ね、YouTube 最近俺たち自分たちのことあんま出してないじゃん。うん、だいぶあれだね、顔周りもシュッとして、うん、72キロ台なんで、もう来週でも落とせるよ。早いね、すごいね。81、2ぐらいあったじゃん、1月ぐらいに、うん、あったね。だからもう朝倉未来体重落とせないだろみたいなこと一層で褒めてきてるからさ減量失敗したことないから。あ、そうだね。え、食事とかってどういう感じの朝昼夜食べる？ほんとね、ある程度その筋肉量って変わらないわけよ。81キロになっても、うん、75キロでも、うん、余分な脂肪を落とすのは、うん、少ない食事で、まあ、3食でいくんだけど、もう今みたいな減量末期になってくると、うん、昼はプロテイン飲みみたいな。昼はプロテイン、あとはちゃんと飯食べて、うん、ご飯食べて、まあ、納豆とかキムチとか、うん、卵とかで、夜は、まあ、6時ぐらい早めの食事で、うん、それもまあ少なめ。あ、でもタンパク質はちゃんと取って、野菜も取ってって感じ。うん、少なめって言っても、あの本当おにぎり1、2個でしてたの。そうだね、 2個分ぐらいかな。でももうちょっと食べてるかも、夜は。あ、そうなんだ。夜はぬ、あの炭水化物抜くとさ、うん、なんか眠りが浅くなっちゃうらしくて。あ、そうなんだ。そうそう、きついね、じゃあ。いや、全然楽勝よ。慣れた。てか、慣れるじゃん、あのちょっと少なくするとさ、胃がちっちゃくなって、うん、で、1週間に1回チートデイ入れてみたいな。うん、チートデイもね、ちょっと取りたいなと思ってる。ああ、減量中に爆食してみたみたいな。そうそうそう。あ、確かに確かに。何を食べるのかっていう。でも好きなもの食いまくってる。そうなんだ。ケーキとかさ。幸せを感じてるんだね。そう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 。出ましたこれ。いやー、今回さ、これ、4、5ヶ月前から、オファー来たじゃん。はいはい。バリバリよ。あ、早めだったからね。うん、練習はどれぐらいでやってんだっけ今。朝昼夜、練習は朝昼だね。朝昼、うん、二部練だね。そうだね。あんまやりすぎてもさ、うん、オーバーワークになっちゃうんだけど、うん、でも結構今までと比べたら、うん、レベル違うぐらいやってるけどね。そっか、これすごい期待できるね。じゃあ任してって感じ。うん、なんか自信みなぎってるしね。うん、ちょっと負ける気が しないな。負ける気がしない。負ける気がしない。俺もそんな感じがする。過去最強ですよ。過去最強です。明らかに。昨日リキト君とかも話したんだけど、はいはい、今すごいよミックンって言ってましたから。あの俺がライジンで始めた時さ、うん、5年前ぐらいかな、まあ、その時まだ吉田君来てなかったか、うん、あの日置戦とかだから。あ、はいはい、いや俺グスタボ戦まで4連勝してさ、うん、YouTube 始めたじゃん、うん、でもその時さ、もう俺は何回も話してるけどさ、総合格闘技の認知度が全くなかった、まあ、全くないっていうほどじゃないけど、今ほどこう認知されてなかった。プロレスとか、ボクシングの方が全然人気で、うん、格闘技やってるっていうと、そのボクシングなのとかプロレスなのって聞かれてた、まあ、そのコアなファンはいたけど、プライド時代からいた、うん、でもその一般層には全然届いてないなっていうのを思ってて。確かにね。それが結構さ、大変な競技なのにさ、知ってもらえてないのっていうのはちょっと悔しかったから、まあその時代にもあったなんか YouTube でたまたま俺がヒットしてさ、なんか引くには引けない存在になってしまったというか、メンバーとかも呼んでさ、うん、呼んでるし、なんか再生にも追われるし、うん、格闘家 YouTuber のパイオニアとか言われたりしてさ、うん、なんか新しい企画にずっと追われてさ、自分で始めたことなのに自分の首を絞めてるぐらい忙しくなって、うん、で格闘技もなんか片手間とは言わないけど空いた時間にやってるみたいなさ、うん、だから格闘技ファンがさ、もっと練習しろみたいな言うのもなんか理解できるレベルのなんか生活を送ってきたじゃん、ここまで。うん、でもやってたと思うけどな、まあ、やってたんだけどさ、うん、その今ほどやってないのよ結局。あ、で今ようやくさ、ブレイキングダウンとかのバズったところでさ、うん、こうある程度 YouTube とか週1本ぐらいしか撮ってないじゃん俺たち、うん、いろんなこう仕事もさようやく確立してきて、うん、
今ようやく格闘家みたいな生活ができてて、うん、認知度も高まった今、ようやく本物の格闘技の素晴らしさを俺が伝える時が来たな。使命感を感じてたんだよね、今まで。なんか出させられてる的な。俺ってなんか自由をさ、愛する男だけどさ、うん、そうだね。なんか昔からさ、やらされるの好きじゃなかったじゃん、うん、そうじゃなくて、今は自分でなんか強さを証明したいと思ってやってるから、うん、なんか違うよね。燃えてるよね、もう。燃えてますよ。燃えてるし、すごいもの見せれると思うよ、次の試合は。うん、1ヶ月ないしね。そうだね、もういつでもできる、明日でも完璧ですよ、このままとは怪我なくいくだけなんで。はい、最近のなんか練習内容はどんな感じなの？スパーリングとか今までさ、スパーリングとかもさ、まあ、10ラウンドとかやってたんだけど、うん、まあ、1ラウンドやってはなんか5分休んでみたいな、うん、じゃなくてもう5分3ラウンドとかを試合形式でやってる、ずっともう前からと インターバルで5分3とか5分5とかをずっとやってきたから、もう体力はすごい自信あるの、やりきれる自信あるの。ミッド打ちもそんな感じでやってたから。じゃあスタミナ化け物になったわけだ。なんか牛久がさ、スタミナ化け物みたいなコメント来てたけど、ああ、全然俺のがあると思うよし、俺別になんか牛久のスタミナどこにあるんだろうって思うけどね、過去の試合見てめっちゃスタミナないと思うけどね、うん、結構分析したんだけどさ、うん、スタミナないなこの人と思ったもん、ね、あらゆる試合見てたから、どんどん組んでもらいたいなって思ってる俺は。なるほど、それを言っちゃっていいの？全然、どっちでもだって打撃でもいいし、うん、どんどん組んでもらったら組んでもらってもいいし、うん、であとなんだっけ、あのサウスポーなのかオースなのかで、なんかスイッチするから、うん、それで朝倉未来はどうなるかわからないみたいなコメントとか見たけど、うん、どっちでもいいよってあのレベルの打撃だったらね。あ、そうなんだ。で逆に多分あっちが選ばされると思うよ、俺の圧で。なるほど。よし、じゃあちょっとストレッチしてやっていこうかな。はい、でも今日なんか来たらね、うん、あ、雷神のね、はいはい、取材受けて久々の、うん、この闘技を一番高いっす、あれっすか、コンフェッションのやつですか？多分コンフェッションってか煽り食いっすよね、踊りとコンフェッション。あ、コンフェッション両方。あ、なるほど、一緒に撮っていくってことで。そう、お願いします。腹もやっぱウエストがめっちゃ引き締まってるわ、さすがにね、うん、結構さ、うん、試合近い人が多くて、そう、西谷君も5月7日だし。あ、5月7日、ありがとうございます。調子どう？女僕は作ってない？いや、大丈夫です、ね、え、そんなことしてるんですか？すいません、西谷、はい、はついにブレイキングダウンで売れたらさ、はいはい、女の子が遊びようになっちゃう。そんなこと、朝練コンになったりしてさ。マジですか？いや、そんなことないですよ、ダーツハマっちゃって。そんなことないことないでしょでも今やってやめてるんで、はい、試合前なんでね。ああ、さすがにね。でも2人とも結構強くなってきてて。はいはいはい、ヒラヤ君ね、はい、ライジンに出てる選手、まあ、何人かには勝てるレベルになったと思うよ。へえ、すごい下の選手だったライジンとか多分話来ると思うよ、その2人目立ってるし、ブレーキングなんて、うん、で実力も上がってるじゃん。で次5月7日に2人とも試合なんですよ。はい、まあまあもう強い選手やるんで、そこでね、いい勝ち方としたらね、あるの大事な一戦になると思います。頑張ってください。うん、上迫さんも、うん、はい、同じ日のタイトル級のタイトルマッチ、大原ジュリ選手、大原ジュリ選手、はいはい、本当試合多いですね、あの、うん、試合近い選手ね。タイも5月6日でしょ。ああ、そうだね。でもさ、うん、あんまり練習見せたくないんだよね、俺。ああ、まあまあまあ、さすがにね、情報上げちゃいすぎちゃうね。そうだから、刻み刻みになっちゃうと思うんですよ。うん、そうだね。まあ練習見るよりも、この自信を見てもらえばわかるでしょ。まあそうだね、本当にすごい自信を感じるからね。画面越しでも伝わってると思う、皆さんにね、すでに。上迫選手ですよね。はじめまして、朝倉未来チャンネルです、はい、よろしくお願いします。お願いします。最近の朝倉未来どうですか？いや、最近のっていうかめちゃくちゃ強いですよ。本当ですか？強いです、もう毎回もう
淡々としばかれてます。そうですか。僕も試合が決まってて、はい、ミクル君にこうの方に引き上げてもらってちょっと頑張ろうと思ってるんで、あ、はい、ありがとうございます。頑張ってください、試合も。ありがとうございます。どうぞ。激しい激しい激しいね。平井君と石谷君、バチバチにやってんだね。激しかったですね。もう言葉いらないでしょ。この疲れ方やばいね。毎朝こんな感じ、こんなにバチバチやってんだ。そうだね。怪我が心配になるな。まあ格闘家でも万全な状態で挑めることって結構少ないからね。うーん、らしいね。万全で出れたことある？ライジンに。どっかの試合で、あのロシア人とやった時は2戦目の、うん、ただ1ヶ月スパンでやったっていう日置戦からぐらい、あ、でまあ、一応バーッとなったけど、あの選手強かったよね。今海外で活躍してるんだよね。あ、そうなんだ。グスタボ戦も体は良かったけど、うん、水抜き失敗して失神したから本日に、あ、マカパ戦ぐらいかな。あー、大晦日かった、うん、まあ、みんな同じ条件ですからね。まあそうだね。まあ、今みたいに最近はもう連続でやってんだね。そうだね。この後ランとかスパーリングして、うん、スタート見て、うん、なんか寝技の日は寝技やってみたいな。なるほど。昨日寝技の日だったね、うん、って感じかな。なるほど。もう夜、夕方18時からはもう出ないな、って感じの生活で。外出はしてない。18時ぐらいからずっとベッドで寝るかも。あ、もう疲れちゃって。疲れて。この朝練をしたら、毎日半身浴1時間するんだけど、高級入浴剤で、幸せ感じて、はい、最近ね、アイスコーヒー飲みながら半身浴を1時間するっていうのをハマってますね。結構いいですね。え、それは癒しで半身浴してる？疲れも取れるじゃん。あ、そうなんだ。俺が散々宣伝してる HLB で、あれ高級入浴剤なんですけど、幸せなひとときに。でもなんかね、ブレイキングダウンの選手もめっちゃ使ってくれてたよね。あれ結構やっぱいいんだよね。疲れ取れるし、汗がすごい出るから、なんか発汗作用でこうデトックスというかさ、肌がきれいになる。休憩してまた3時ぐらいからミッドウチ来て、うん、で終わりみたいな。きついな。仕事ですからね。まあそうだね。仕事というかも趣味、結
これ今も軽めにやってるけど、うん、だいぶ切れてるでしょ。今日金曜日だからさ、本来疲れめちゃ溜まってんだけど、でもこんだけ動いてるから軽めっていうかバチバチだったけどな、重量。いやいや、今のでも軽めにやってますよね。軽くやってくれてる、全然やってくれてますよ、うん、全然今のスパーリング軽くやってくれてる感じ。本当ですか。当たりが全然違う。今週の火曜日か、はい、火曜日の時マジで俺泣きそうになってたよ。マジで俺もうお願いに行くと思いながらやってたでも、ね、気持ち良くなってますね。本当速くなったっすね、なんか少しね、なんか俺に合わせてきてるのか分かんないですけど、だいぶスピードが速くなった。ちょっとスピードも起きて全然スピード違うから、みんな速いんだやっぱり。だから一応そのスピードに少しでも、まあ、スタミナがあれだけど、1ラウンド、2ラウンドついてこう、ついてこうで、そしたらちょっとずつやっぱ順応するというか、生まれてきて、うん、まだまだだけど、こっから頑張んないと。あと1ヶ月ですか。あと1ヶ月ディープチャンピオンですから、次勝ったら、うん、で、また雷神一緒に出れたいですね。出たいね、また出たい。ライト級盛り上がってますもんね。ちょっと2つ来てるよね、やっぱりね、うん、フェザーがやっぱすごい盛り上がってて、それ引っ張ってるのはやっぱミクル君だから。雷神なんか考えてたんですか、2回。なんか1回最後あのベラトールのなんかヤチ君のやつ。ああ、そうか、そう、それ入れて3回。ヤチ君の時も最後の最後まで勝ってたけど、そしたらですね、30年フックもらって結構欲しい試合多いですね。グスタボ戦もそうね、勝つ気がしてたけど、そこがファクトリーなんだけどね。確かに、うん、大原選手との試合って雷神で組まれておかしくないからね。うん、大原選手も来季 4,5 戦出てるんじゃないですか。出てる、結構出てるよね。あの、うん、これで八竹にも勝ってるし、パッケラーで。あ、前グスタボに負けたのか。グスタボやるな。グスタボ強いな。今度武田選手やるでしょ。あ、そうだ、そうだ。あれ微妙ですけどね、どちらかそう思いますよ。どちらかそう思います。いや、なんとも言えないけど、希望は武田君に頑張ってほしいなって。でもグスタボに負けてるからグスタボも頑張ってよっていうのがあるっていう、複雑な。グスタボどうなのかな、なんか俺結構腰軽かったイメージがあって、なんだかんだ俺3回ぐらい上取ってるんですよ、グスタボから。本当ってる、うん、スクランブルから。楽しみですね、どっちにしても。29マジいい試合多いから。超豪華よね。なんか1分ぐらいで完売したらしいね。あ、そうなんだ。楽しみだな、なんかあの歓声の中で試合するのがね。1年と5ヶ月ぶりだっけ。そうだね、MMA は1年と5ヶ月ぶりか。うん、あの西谷がいじめられてるやん。誰に。赤い、赤い。お疲れ様です。お疲れ様です。お帰りなさい、アメリカから。あ、そうですね、だいぶ前か。まあ10日前ぐらいです。どうでした。いい練習でした。あ、本当ですか。めっちゃ強い人らに揉まれてきました。相変わらずいい笑顔してますね。あ、ありがとうございます。最近のお兄ちゃんの状態というか、はい、どうですか。いや強すぎる、やばいっすよ、マジで。あ、危ない、危ないっすよ。危ない。危ない。なんかこれは持ってるとかじゃなくて、多分過去一番強いです。マジ強いです、本当に。本人も言ってたり、周りの人本当に結構いてて、1日3ラウンド連続とかでスパーリングを指名される時があるんですけど、はいはい、地獄ですね、本当に。具合悪くなりました。回でもそうなるんだ。やばいっす、ボコボコにされてます。回もね、試合が5月、そうです、5月の6です、ね、1週間後なんで。僕らね、朝倉兄弟久しぶりに復帰するんで、1年半ぶりとかなんで、MMA は。そうですよね。なんで兄貴が先に、まあ、勝つんですよ、うん、それに続いて僕もね、あの勝って、はい、やっぱ朝倉兄弟大事だなって、一番すげえなって思わせたいです。期待してます。はい、頑張ります。ありがとうございました。めちゃ楽勝やな。だいぶ絞れて72キロ。72キロ、72ないか。水抜けてると思う、ちょっと。すごいね、やっぱ格闘家ってすぐ戻すっていうか。よし、一対一やりますよ。一対一。
やってから家帰るって感じですかね。で、また3時から来て、じゃあまた帰る。帰ってきましたね。帰ってきましたね。ちょっと昼飯を食べます。飲みます。昼飯、昼飯はプロテインのみです。蜂蜜と牛乳入れてちょっとだけ。結構でも400くらいあるから、ね、うん、バナナ味や。もうこれ朝納豆食ったんですけど。あ、納豆とね、このご飯ね。少ないね、やっぱ。であんだけ動いて昼これだけか。きついな。慣れたけどね。まあこれ飲んで、うん、半身浴1時間して、うん、でちょっとベッドでゴロゴロしてまた15時から練習。今日少なめなんだけどね、これでも練習。あ、そうなの。朝めっちゃ少ない。本当はもっと 2,3 時間やるかな。だってまだ12時になってないでしょ。うん、いつも1時ぐらいになってる。週末だからさ、うん、あんまりオーバーオーバーになっちゃうから。と明日まで、うん、うん、で日曜日だけ。土曜日はいつもランニングしてんだけど明日雨っぽいんだよ。もうちょっと減量末期の時っていうか、減量が多かった時は夕方からスパーリング行ったりとか、一般会員さんと。あと夜はランニングしましたね。やっぱオチが悪い時とかあるんだ。あるある。まあ最初慣れんよね、減量始めてさ。めっちゃ食ってた時期からさ、いきなり減るわけだから。その時一番腹減るじゃん。そうだね。気持ち的にもなんか負けたりとかあって、うん、食べちゃってみたいな。あ、なるほどね。そう。でも食べたら運動しんといかんかなみたいな。減量が結構続いて慣れてくると胃が慣れてくるんで。って感じですね。なるほどね。めちゃめちゃ変ですよ、これ。これ海外用だから。全然変ですよ。僕のね、愛すべき YouTube のストックを。高級ね、はい、高級入浴剤が俺の練習後の楽しみなんです。これを4粒取ってさ、おーっさすがに。で、ここからまあ、1時間からまあ1時間半。うん、入れながらなんか携帯見たりとか、うん、企画考えたりビジネス考えたり、うん、あと格闘技の復習とかしたりしてます。結構ね、半身浴がルーティーンというか、365日してるの。試合じゃない時期も、でも昔から俺してたでしょ、半身浴。あ、してたね。なんか酒飲んだり強いとかだったり。これ最近 TikTok 見てたんだけどさ、うん、なんかモデルさんが心得てる習慣みたいな、全部当てはまってたよね。半身浴を1時間する、水を2リットル以上飲むとかさ、うん、あの試合前の俺すごいよ。寝る前になんか3時間前は食べないのかなとか、それは全部満たしたっていうか条件だから。モデルさんはどんぐらいストイックってことなんだ。あの上のシャワー1回も使ったことないけどね。あれあれあんなあった。今かわいい感じだよ。早いな、マジで早いな。マジでしょ、うん。でもいつも体重計ここで朝、うん、昼夜測って、うん、1時間ぐらいだから結構もう700ぐらい落ちんじゃない、汗で。あ、でもあんま汗出んのよね、もし練習後は。あ、そうなんだ。そうできっちゃって、結構できちゃってるからって感じかな。じゃあまたジムでやりますか。じゃあ OK です。お疲れです、お疲れです。
1時間半収録して、はいはい、20分睡眠にハマってて、昼の20分睡眠、そう20分だけ寝ると、うん、なんかその後のパフォーマンス上がるみたいな。あ、そうなんだ。そう、なんか1時間とか寝るとさ、うん、だるくなるじゃん。分かる。ああ、寝すぎてね。じゃ少しは休めた感じ。そうだね。いただきます。ちょっとね、朝のスパーリングで左足を痛めたんで、うん、今から右足だけでやって、でこんな感じなんですよ、格闘が。どうしたで、多分骨とか当たったんじゃん、スパーリングで。そうそう、痛めたらちょっと使わずに違うとこを練習するみたいなのを繰り返して、で試合前は、うん、1週間ぐらいはもうスパーリングしないから。試合前ね。そうそうそう。うん。やってますか。あ、もう始める。あ？半日五分で何ラウンドだって。はい。次やりてまた何ラウンドです。以上。はい。はい。じゃあ。意欲もえぐいでしょ、ね、これでもね、うん、月曜とか火曜だったらもっとすごい。一日休めば。そうそうそう、すごい回復力。ヘイストリングってなんかあります？そのやりやすさ。全然ケージですか。あ、どうだ写真が撮った。まあこんな感じでね、はい、あと何ラウンドかやって終わりなんですけど、まあ、ちょうど20日後20日ぐらい試合なんですけど、まあね、結構心身ともにバッチリなんで、ね、期待してもらえるかなと思います。はい、まあ、いいもの見せますよ。お願いします。本物のなんか格闘技のね、素晴らしさを見せたいと思うんで、会場のチケットはないみたいなんですけど、ペーパービューあると思うんで、ぜひね、見てもらいたいなと思います。あ、そうだ、一つ忘れた。そうだ、これ来てたんだけど、入場来人者戦からこれ、あ、うん、この T シャツ着てて、確かにね、でもなくなってしまったんですよ。これボロボロでしょ。確かに。で今回ね、なんと応援 T シャツ作りまして、うん、3000枚限定かな、うんうん、で作ったんですけど、多分俺が引退するまでも作ることないと思うんで、まあ今回応援に来れない方もよかったら購入してもらえたらなと思います。多分この動画よりちょっと後に発売になると思うので、うん、マタンの方で発売すると思うんで、来週末って言ってたから14とか15とか16日ぐらいに多分販売開始してると思うんで、会場でも T シャツ着てもらって一緒に、これもそれで入場しますんで、うん、いいね、お願いします。限定だよね、もう限定限定、そんな感じです。ありがとうございます。今日はね、貴重なお時間で密着できて光栄でした。じゃあまた、はい、お会いします。ありがとうございました。